吉原道の海は、東京都新宿区出身の元プロ野球選手。現役時代には横浜ベイスターズに所属。暫定大魔人という愛称が付けられた。現役引退後は、大栄機器販売会社のオフィス24に勤務しながら、シッティングバレーボールの普及活動に携わった後に、焼き鳥屋を経営。日大豊山高校3年生の夏に、東東京大会の2回戦で、 6回参考ながら、ノーヒットノーランを記録。日本大学への進学後は、1年下に、ナスの匠がいて、東都大学野球のリーグ戦で19試合1勝を3敗を記録した。大学卒業後には、ホンダで、都市対抗野球でも、当番2006年の大学、社会人ドラフト会議で横浜ベスターズから6巡目で、指名。同年11月28日に入団契約を、 結んだ。背番号は45。2007年には、公式戦の開幕を1軍で迎えると、開幕3戦目であった4月1日の、読売ジャイアンツ戦で5番手投手として1軍デビュー。しかし、対戦した打者4人全員に支球を与えるという内容で、すぐに2軍へ降格した。降格後は、イースタンリーグ公式戦で先発、リリーフの両方を経験。3勝1セーブを挙げた。 2008年にはシーズン初の出場選手登録が6月まで持ち越された。しかし登録後の一軍公式戦では初登板の試合から11試合連続無失点を記録した。シーズン通算では25試合の登板で8ホールドを記録したが夏場に調子を落としたため一軍定着までには至らなかった。なお、この年に結婚している。2009年には イースタンリーグ公式戦13試合に登板。しかし、故障の影響で、一軍公式戦への登板機会はなかった。2010年には、イースタンリーグ公式戦で11試合に登板したが、2桁台の防御率を記録。また、2年連続で一軍公式戦への登板機会が、なく、10月1日に戦力外通告を受けた。11月10日には、 現役続行への道を求めて、第1回12球団合同トライアウトに参加。しかし、他球団からの獲得のオファーがなかったため、現役を引退した。2011年5月に、個人ブログを開設。同年4月から製薬会社に勤務していることを明かしたが、1年半ほどで退職。2014年10月に、オフィス24に転職。営業部を経て、 2015年6月から広報室兼人事広報部へ移動。また、移動を機にシッティングバレーボールチームが社内に結成されたことからチームの責任者としても活動。選手として日本選手権に出場したり、一般人も参加できる教室を月に1回のペースで開いたりしている。時速 140km 台のストレートとカットボールカーブ、落差の大きいフォークを投げた。 吉原自身は、横浜への入団が決まった際に、クルーン投手のような速球派の投手になって、ついたちも、早く一軍のマウンドに立ちたいという抱負を明かしていた。後に、暫定大魔人という愛称が付けられたのは、このようなピッチングスタイルや、救援主体の起用法が、現役時代に、大魔人と呼ばれた OB の佐々木和弘と通じる、ことによる。横浜時代には、 前期と後期で2種類のサインが存在。後期のサインには自身の名前にちなんで道と記していた。現役引退後からシッティングバレーボールの普及活動に関わったのは勤務先のオフィス24が日本シッティングバレーボール協会とスポンサー契約を結んでいることによる。吉原は自身のプレー経験をもとに野球もシッティングバレーも奥が深い。 前後の移動や座りながらのプレーは難しいけど、チームスポーツなので楽しい。障害者支援の一つとして、少しでも力になりたいと述べている。2018年7月からは、駒込で、焼き鳥屋を経営している。ABC 元プロ野球横浜吉原道のみ氏が、シッティングバレー挑戦、元横浜投手吉原道のみさんのサードキャリア。 コラムプロ野球プレイヤーズ名館2007スポーツ日本新聞社仲間吉原道の海ブログ週刊ベースボール2015年1月26日号 P94 2008年9月4日対阪神タイガー,アース戦に先発したが3回裏終了時候補のうゲームのため公式記録には乗らなかったありがとうございます